チャドキース・グリーンは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、グリーンビル軍、グリーンビル出身のプロ野球選手、ウトを左ヒだ。MLB のニューヨークヤンキースに所属。愛称は、グリーン2位。2010年の MLB ドラフト37巡目で、トロントブルージェイズから指名されたが、契約せずにルイビル大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト11順目で、 デトロイトタイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグタイガースで、プロデビュー。A 級レイクランド・フライング・タイガースでもプレーし、この年は2球団合計で12試合に登板して2勝、0敗1セーブ、防御率3.54、16奪三振を記録した。2014年は、A 級ウェスト・ミシガン・ホワイト・キャップスでプレーし、23試合に、 先発登板して6勝4敗、防御率3.11、125奪三振を記録した。2015年は A 級エリーシーウルブズでプレーし、27試合に先発登板して5勝14敗、防御率3.93、137奪三振を記録した。2015年12月9日にジャスティン・ウィルソンとのトレードで、 ルイスセッサと共にニューヨークヤンキースへ移籍した。2016年は、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで迎え、5月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月16日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で、先発し、メジャー初登板は4回6失点で、敗戦投手となった。その後は昇格と降格を繰り返し、 実に4つの背番号をつけた。9月には肘痛で故障者リスト入りとなり、そこでシーズン終了となった。この年メジャーでは12試合に登板して2勝4敗、1セーブ、防御率4.73、52奪三振を記録した。ニューヨークヤンキース時代2017年は5月にメジャーに昇格。同年より中継ぎに転向。 8月30日のクリーブランド・インディアンス戦で、救援投手史上初の8打者から7奪三振を記録した。年間投しで40試合に、登板、主にロングリリーフで5勝負けなし、防御率1.82、103奪三振を記録し、リリーフ要因として大きく台頭した。2018年は前年以上に、リリーフの柱として63試合に登板。 前年を上回るイニングを投げ、8勝3敗、防御率2.5094奪三振の好成績を挙げた。ただ、シーズン序盤は、スライダーの調子が悪く、フォーシームの割合を増やした、結果、非本塁打の増加を招いた。2019年は4月までに10試合登板で7.2イニング13、失点と、深刻な不振に陥り、トリプル A 級、 スクラントンウィルクス割に広角となった。5月に復帰すると、リリーフ以外にオープナーとしても起用された。最終的に54試合に登板したが、4勝4敗にセーブ、防御率4.17と、前年から成績を落とした。平均94.4マイルパーアワーのフォーシームと、スライダーを中心に組み立て、時折、ツーシームやカッターも投げる。ありがとうございます。